こんばんは、Vlog を撮ります。昨日はカラオケいっぱい歌って楽しかったです。今日は朝ゆっくり起きてご飯を作って食べて、シャワーをし、その前にプールに行ってシャワーをして、作業所で話し合いに行ってきました。そこから耳鼻科に行き、サイゼで小指のカクテルサラダを食べて帰ってきたところです。話し合いの感じ、ゆっくりゆっくり仕事の時間も増やしていこうっていう話になりました。体力をつけることとか、実家に帰っても通所先をちゃんと決めることとか、そういうのは確定事項で頑張っていこうっていう話になりました。それぐらいです。16日に抜歯を控えてるんだけれども、ちょっと怖がってます。だけど抜歯をすれば鼻の蓄膿も腫れも咳も止まるんじゃないかっていう話だから、怖いけど頑張って治療を受けようと思いますっていう感じです。 Vlog でした。じゃあね。